大吉、今日歌舞伎町行ってなかった？うん、行ってた。歌舞伎町ね、あそこ柄悪いやついから気をつけろよ。どうした？あ、ごめん、なんかビビらす気なかったんだよ。ビビってない。ごめんごめん、ビビらす気なかった。ビビってない。ごめん、ちょっと最近ワンピース読んだからさ。ワンピース？フォクシーのとこ読んだ。フォクシーのとこ読んだ。あ、そうだ、竹内、今日歌舞伎町にとったんや。歌舞伎町行っとったんや。そうやけど、うん、あ、結構危ない一緒だ。まあ多少はね。なんやねん。あ、ごめん、ナルト呼んだから。関係ないよ。うちならさくらがかっこいいよ。あー、そこ。シャララシャナロー、シャンダローの時ねえ。あんまあれで攻撃してないよ。ナルティメットとか見てあった人忍者対戦の時はあれで攻撃してたけど。そういえばさ、この前竹内がおすすめしてくれたゲームめちゃくちゃ面白かったわ。他にもなんかある？いや、まあ、ゼルダの伝説。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 面白そう。え、どんな感じ？オープンワールド。オープンワールド。で、クラフトとか。クラフトとか。ゼルダの伝説。ゼルダの伝説。オープンワールド。オープンワールド。クラフトとか。クラフトとか。ゼルダの伝説。ゼルダの伝説。どうした？竹内と喋るの楽しいわ。俺はそんなに。俺さ、最近なんか漫画とか読むのハマってんねんけど、なんかさ、うん、おすすめのやつとかあるの？うん、左利きのエレン。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 どんな？美大の話。美大の話。左利きのエレン。左利きのエレン。なんだ。赤根話。赤根話。落語の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 話。赤根話。赤根話。し。左利きのエレン。左利きのエレン。なんだ。ゼルダの伝説。ゼルダの伝説。竹内と話すの結構好きだぜって。大丈夫。大丈夫よ。はい。何？おい。何？すのめすのめ。すのめ。ジェリーにすのめ。ジェリーにすのめ。最近トムとジェリー見たから。ムカついちゃって。なんでよ。トム側や。ジェリーパートも。ジェリーあんちゃうもんね。なんで。でも今日竹内歌舞伎町は行った行ったやん。うん、大丈夫やった？その大丈夫やった？え、拳守りながら戦うな。え、ホーリーランドや今日。ホーリーランドや。これさっきホーリーランド見たか。ホーリーランド見たか。最近竹内さ、うん、食べたいもんとかある？食べたいもん、うん、パフィーすんの？カニやんけ。言わんよ俺カニ食べ行こうって。ごめん、最近パフィー見たから。めずいって。確かになんか食べ行きたいな。うん、竹内なんか食べ行きたいとかある？原監督やん。はいよ。何食べたいの？竹内も何食べたいん？え、竹内も何食べたいん？いや俺は別に寿司とか。あ、寿司とかいいな。ガッツマン寿司。すごい。竹内、何？何が一番食べたいん？口寄せ？おたまじゃくしだった時？え、だったら何？だったら何？横のジライヤが、うん、え、だったら何？竹内結局何食べたいん？え？竹内結局何食べたいん？キャプテンクロス。すごい。キャプテンクロス。ああ、シャクシの。ああ、シャクシの、その爪が邪魔での、うん、おお、え、いつからそうだったの？